い、こんにちは、武田クリーニングです。本日ご紹介のアイテムはアクアスキュータムのトレンチコートなんですが、まずね、めちゃくちゃ大きいです。このサイズ感は半端ないですね。めちゃくちゃ大きくて、めちゃくちゃ重たくて、もう身幅もたっぷりで、まあどれぐらい前のコートなのかちょっとわかんないですけど、裏地にねライナーがついてるんですが、そのライナーもめちゃくちゃ分厚くてごっつくて、これはねかなり防寒性の高いコートだなというふうに思います。でお客様、こちらはですね古着でお求めになりまして、で、送っていただいたんですが、着る前洗いという感じで送っていただいたんですが、やっぱりその古着なりの使用感がですね、まあ至るところにございます。たくさんありますね。だからそこをね、お直ししなきゃなんなくなるかなというふうには思うんですが、例えばね、裾ずっと全部に傷穴が開いてます。この傷穴は少なからず作業することで大きくなってしまう。じゃあ傷穴を大きくしないようなメンテナンスできないのか。できます、できますが、シミ汚れ匂いを取ることができません。お客様は何をしてほしいかというと、シミ汚れを取りたいわけです。この使用感なりのシミ汚れが全体にたくさんあってですね、それをすっきりときれいにしたいというようなことが一番の要望でございますので、そのためにはですね、やっぱり後でお直しが必要になるかなというふうに思います。最も気になっているのがその襟ですね。襟、こう汚れの首輪というやつがついてます。ここもね穴なんですよね。傷穴、ここにも傷穴、大きいの開いてるね。あとはいろんなところにね細かいシミがあったりしますし、ここもここもというように色の段差を見つけようとするとね、色の段差があったり、あとはほらこういうところにね傷、玉虫色なので下地の色が見えてるところがねもう随所にございますね。まあこれだけねたくさん着込んだわけですから、これだけ傷穴ができるような状態なので汚れも相当ついてる感じです。ここにもついてますね。あとね、本当に探せば傷穴だらけなんですよ。ここも傷穴ですし、あとポッケの口ね、ポッケの口なんかもこの辺もね常にこう擦れるところだから生地が薄くなって地の色が見えてるような状態なんですね。だからこの、傷穴を大きくなってしまうというふうなことをね承諾していただいた上で、きれいにするというようなことをしてみたいと思います。ここね、ボタンホールのステッチなんかもねほつれて、直してる跡がありますね。ただプロが直した跡ではないです。こういうところもねお直しが雑なので取れちゃうかもしれないな。もちろん何一つねそういった望ましくない変化が生じることは望んでいないですよ。それは全くお客様と同じですよ。ただその作業をする上でですね、どうしてもこれぐらいの全体的な汚れをきれいにするためには洗浄力を重視した作業をせざるを得ないわけで、それは何をするかというとですね、高温にしたり、薬の濃度を上げたり濃度を濃くしたり、あとは漬け込む時間を長くしたり、そして、何度も何度も洗浄力を重視した作業を繰り返したりというような全体処理もしますし、あとは部分的なシミ抜きも取れないところは部分的に強いシミ抜きをしたりしますしね。多分1回目初期反応、一番最初に水浴中につけた時は無色透明の洗剤しか溶かしてない、お水がですね、お湯がですね、もうみるみるうちに汚れが溶け出して濁って、茶褐色になるんじゃないかなというふうに思います。それだけね汚れがついてるというふうなことなんですよ。まあ、実際襟がねあれだけ汚れてるわけですから、他のところも汚れてて当然なわけですし、全体が綺麗になると見違えるように綺麗になって、あとはお直しをしっかりすればねすごく長く着ていただけるようなコートになるんじゃないかなというふうに思います。素材面ですね、これ玉虫色ってやっぱ独特で、変態色の仕方も独特で、その色合わせの仕方も独特で、その縦糸と横糸に違う色の糸を使うので、いい感じの雰囲気のある古着に仕上がってくれるんじゃないかなというふうに思うんですが、傷穴はね全部お直しした方がいいですね。多分お直しのプロの方に依頼するとですね、それもまあお金かかると思うんですが、
しっかりと直してくれるんじゃないかな。傷穴ってやっぱ成長しますからね。だからそれはそのままにしないで、いい機械なんで全部きれいにしたら傷穴を全部直して来ていただけるといいなと思います。アカスキュータムめちゃくちゃ大きいな本当に。じゃあ頑張りたいと思います。はい、こちら仕上がりでございます。見違えるように綺麗になりました。シミ、汚れ、匂い、全てゼロにすることができております。しかもですね、お色、質感、風合い、そして元々あったダメージ、そちらもですね、望ましくない変化一切なく綺麗にすることができました。大成功でございます。いろんなところに細かいシミがあったりですね、ちょっとやっぱりこう湿気っぽい匂いというかカビのようなね、匂いがしていたんですけども、もうすっきりと綺麗になってますし、裏地のね、アカスキュータムの色柄もしっかりと保たれております。まずサイズが大きくてですね、身幅が本当に大きくて、アームホールも大きくて、中に、どんな厚手のニットでも入れられるようなね、トレンチコートでございます。もちろんスーツにもバッチリ合うんじゃないかなと思いますし、すごく厚手のウールと絨毛のライナーがついていたので、真冬の防寒もすごく重宝するんじゃないかなというふうに思います。とてもいいものを古着でね見つけてお求めになって、でもやっぱりシミ、汚れ、匂いというのはねやっぱり嫌だなというふうに思いますよね。まあ、使用感なりのねその経年変化、エイジングとして傷穴ができてしまったり変態色してしまったりというのはまあしょうがないと思うんですよ。古いお洋服なりのものがあるし、そのオーラといいますか味といいますか雰囲気が出ますので、ただ汚れシミに関してはねやっぱり綺麗にしたいなというふうに思うお客様がほとんどでございます。お客様が一番気になっていた襟のこの折れ線に沿ってできていた黒ずみ、こちらもですねゼロにすることができております。すっきりと綺麗になっております。大丈夫ですね。あとは袖にねなんかドット状のポツンと丸いシミが1箇所この辺にあったんですけど、それも綺麗になってます。襟の内側の黒ずみも気になるとおっしゃっていたんですけど、それもですねすっかりと綺麗になっております。大丈夫でございます。はい、こちらですね。あとね傷穴、襟とか裾とかにね全部についてたんですけど、それもですね、見るからに大きくなったなというようなところは一個もないです。襟のこういうところもこの端っこのね折れるところ、ここにもねちっちゃい傷穴あったんですけど、これもねビフォーの動画とほとんど変わりないですね。だから今すぐ何らかのお直しが必要で、そうしないと着られないなんていう風な状態ではないと思いますが、もしね気になるようであれば全部お直ししていただくというのもいいんじゃないかなと思います。ボタンホールのステッチ、こちらもねほつれてたのを、まあ購入した時からなっていたので、この元々のオーナーさんがね直したんじゃないかなと思うんですが、非常に、素人が直したのが丸分かりのですね雑な直し方でございますので、これもプロに直していただくと綺麗なステッチが元通りになるんじゃないかななんていうふうに思いますので、せっかく見違えるようにクリーニングで綺麗になったので、あとはお直しのプロに任せてですね見違えるようにそのお直しも直していただければ、このアカスキュータムのトレンチコートはですねこれから先何十年もまだ着ていただけるようなものになると思います。なかなかねこのサイズ感で、このコンディションでこのお色でって探せないと思いますよ。なので、いいものをいい状態で長く着ていくために、今回はフルメンテナンス、シミ抜きも丸洗いも除菌も消臭もフルメンテナンスさせていただきまして、見違えるように綺麗になりました。ご利用ありがとうございます。それではまた次の綿素材のトレンチコート、バーバリックアカスキュータム、あとはねダックスなんかも多いですね、そういったもので、見ていただければと思います。武田クリーニングでした。ありがとうございます。